人を死なせる白の矢は必要ない。赤の矢も、あとはおじさんを自首させるのに使ったら、俺はただ普通の幸せが欲しいだけなんだ。神になるつもりなんかないから。明日高校の二次募集の締め切りだから、その後でいいよ。こんなやつと来るのか。殺し合わせようとしたんだろ。分かった、サキちゃんを守れるなら、サキちゃんと幸せになれるなら何でもする。いつでも逃げられる。あえて来やすくするため、ハードルを下げてる感じだ。ええ。パチンコすげえ買っちゃった。でも喜ぶのはまだ早い。何としてもこのお金を、あの薄汚いハイエナたちから守らないと。持ってられないよ。こんな大金持ってあの家に帰るなんて自殺行為だ。なんか元気ないね。どうかした？何かあったら相談に乗るからね。おやすみ。あの時、兄さんが車に酔って僕のパーカーのフードに入った時。いつまでも気にすることじゃない。おやすみ。あのさ、俺と西宮、友達になれるかな。何言ってんの俺って言ってたんだろ、小学生の時。やっと意味分かった。いいね。他にメールしたい相手いる？バーカ、助けに行ったら死んでたよ。お前は間違ってない。吸血鬼は俺が殺す。はあ？実際に殺してグレンの奴に認めさせてやる。だったらどっかに捨てりゃいいだろ、こんなもん。どうせあんなアホ子もう行く気なんだ。あの腐れビッチに頼んだって手なんか貸してくれるわけね。腐れビッチ？バカ女ってこと。とにかくもうあいつは友達なんかじゃねえんだから。やだよ。いつもいつも人の家に集まりやがって、他にやることねえのかよ。だから議論始めんな、帰れっつってんだよ。遅れて悪い。今日なんか調子悪くてさ。今日も太った根性アリが一匹いたろ。よし、もう一回チーム作ろう。ユニフォームも新しくして。久々の草野球面白かったし、もう一回チーム作って遊ぼうぜ。で、ユニフォームも新しくして。だから、僕別にその何も見てないっていうか、いやそのごめんはそれに対してのごめんじゃなくて、なんていうか。あのさ、ここでそのさっきみたいなのって、やっぱり負けたことが悔しかったから。その人にここで働きたいって頼むんだ。断られても粘るんだよ。ここでは仕事を持たない者は湯婆婆に動物にされてしまう。嫌だとか帰りたいとか言わせるように仕向けてくるけど、働きたいってだけ言うんだ。そなたの小さい時から知っている。私の名はハクだ。妙老派が作った小型トラッカーだよ。装着者のおおよその位置がわかる。装置の量産は許可されてないはずだが、どこで手に入れたんだ。まさか妙論派の学者までが片棒を担いでるのか。残ってるんだ。なのにそんな顔されると、なんか俺が泣かせたみたいで困っちゃうんだよな。だから今はいい。記憶が元に戻るまでは泣いたり謝ったりするより笑って。俺これでもカラス戸の正セッターだぞ。スパイクの練習したいんだろ。ひなたはなんでそんなに影山に張り合うの？つまり今んとこひなたの中で同年代最強の位置づけにあるのが影山ってことか。最強の敵だったならさ、今度は何がラッキーなもんか。勝ちたいよ。勝てそうな相手とやりたいよ。これ以上自信なくすのなんかやだよ。これ以上。でも俺秋広だから下の句がアで始まる歌8枚の方が得意だったな。くち。俺たち部下でさえエースの許可なしにはこの監禁室に出入りできないんだ。それが今や首輪をはめられたエースの奴隷だ。俺は物心つく前に人買いに売られ、流れてここに来た。まさかお前がこの里に再び現れるとは思わなかったぞ、十三。お前に言いたいことは海ほどあるが、少なくともその首切り包丁は里に返してもら
お前のその仲間がシャリンガンのイタチであろうともな。あら、